はい、みんな、今日のお昼めちゃくちゃ暖かかったよね。暖かかったって言いにくくない？ようこそゲストのこんにちは、だけんです。今回も楽しいゲームを一緒にやっていこうぜ。よーし。はい、なんか4月の上旬、中旬、下旬、まあ4月のどっかしら旬なんだけど、すごくね、暖かかったです。みんなむずくない？これ3回連続とかで言える？暖かかった、暖かかった、暖かかった、危ういな。はい、ということで今回 SCP-022 っていうホラーゲーム実況プレイやっていこうかなと思います。はい、このゲーム一昨日ぐらいに出た新作のゲームですね。はい、じゃあ早速やってみましょうか。スタートゲーム、いい音だな。でも俺タイトルとかこういう音に反応しすぎじゃない？毎回なんかいい音って言ってる気がするんだけど、でもなんかカチカチ音とか好きなんだよね。なんだ、目覚ましたね。うん、スタート、いいでスタートか。なるほど。お、あー、ちょっと待って、これ酔うやつ。うんうん、なんかしまった。ここ何、どっか閉じ込められてんの？あ、なんか赤くなってる。え、なにこれ。どうしたどうした。いい、エンター、はい、これで開けて。熱くないの？え、え、待って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 、なんで入ったの？え、ちょっと待って。燃えたんだけど俺。え、ちょっと待って、今のは燃えてるとこに入っちゃったから、まあそりゃアウトになるよな、燃えてるとこに入ったら。ちょっと待てよ。あー、待って、これ酔うからちょっと次からカットすんね、この部分。みんな大丈夫か？はい、ここが燃える、ここに入っちゃってゲームオーバーになった。こっちに入るとか。うん、これで、ん？こっちも燃えたんだけど、ダメじゃん。ダメじゃん今の。ちょっと待てよ、ちょっと待って、もう一回だけ試そっか、念のため。じゃあこの一番端、はい、こん中にアイテムとかあんのかなと思ったんだけどさ、ないな。これ全部燃えちゃう、このうち。あ、全部燃えるわ。オーケー、戻ってきたぞ。はい、あ、これアイテムか。なるほど、左で取って右で落とす。うん、で R で回すのか。なるほど、了解です。他に何か、あ、ここにもあんだ。おお、かっこいい。ライトセーバーを持つ時のあれじゃん。かっこよさじゃん。すごいかっこよかった今の。なんか影とかあるとかそういう感じ。これなんかめっちゃ物騒な形してんだけど。はい、ちょっと暗かったんで明るくしました。これはガスボンベ、何かに使うのかな。ここがで、ん？何何何？え、なんか出てきたんだけど。ああ、ピクピクしてる。え、あ、待って、これさ、廊下走ってきてこける幽霊に似てない？え、超似てんだけど。無理、ああ、帰った。帰っちゃったんだけど、俺何もしてない今。待って、燃えた。え、やつ燃えた。え、セルフ火葬？まさかのセルフ火葬なんだけど。いきなり来たと思ったら戻って燃えたんだけど。え、どういうこと？あれ、そうだよね。あの、僕の前のホラーゲームの動画であるんですけど、笑えるホラーゲームで、幽霊が廊下走ってきて、思いっきりずっこけるゲームがあるんですよ。それの幽霊にすごい今似てたよね。ちょっと待って待って待って、お前移動したの？襲ってくるとかじゃないんだね。毎回お前登場するたんび面白いな。で、戻るんでしょどうせ。いや、怖いわ冷静に考えたら。笑ってる場合じゃねえから。何なんだろうね、無料配布のお化けの好きになるかもね。ちょっと
それより襲ってくることなさそうなんで、脱出するなんかアイテムとかを探しましょう。はい、ここに鍵とかあんのかな。面白かったな今の最初めっちゃちょっとゾッとしたけど、めちゃくちゃ面白くなったね。また来た、また来た、また来た。次、ちょっと待って、なんか変身してるぞビニールかけてんのかなこれ。え、何これ、変装してんの何がしたいんだろう。これ E 押しても何もなんないからね。そう、自動で戻っちゃうから。はい、いやー、なんかアイテムないな。しゃがむとかもできないよね。ジャンプもできないし。アイテムないな。鍵とか落ちてるかなと思ったんだけど、特にない。これは？これ何？出てきた、出てきた。暗闇の中出てきた。え、待って、こう扉のとこに手形って、こうガスボンベに手形だよね。え、めっちゃ面白くなってきたんだけど。じゃあ失礼しますね。で、おウォーターパイプ、なるほど。ちょっと待ってよ、明かりつけるぞ。ウォーターパイプ、なるほど。これ何かすんのか。このウォーターパイプとこのガスは何かしそうだね。他何も表示されないし、こっち入ったら燃えちゃうから。え、どうすんだ。え、なんだろうね。しつこいなしつこいな。面白いけどしつこいぞピクピク分かったから、ちょっとこの木の板あげるよ。これ持って帰んな。うん、この長いやつもあげるから、ちゃんとお土産に持ってってね。ちょ、突き刺さってるこれ。よし、 OK、 全部返品された見事なまでに全部返品されたんだけど。マジか、なんでこれどうすんだ。手形は分かったけどさ。何、ちょっと待って。燃えた、燃えた。え、何これ、熱くないの絶対これ持ってたら熱いよね。大丈夫かな主人公。すげえ燃えてる。ここに当ててたら燃えるってこと、木の板が。あ、ちょっと待って、分かった、分かったかもしんない。みんなひょっとしてこのガスボンベとこれを組み合わせんじゃない。これ置いてれば爆発するみたいな。え、じゃあ危ないか、これちょっと離れた方がいいのかな。こんくらい、この辺見ればいい。あっ、ちょっと待って、めっちゃびっくりした今みんな大丈夫かびっくりした。ここ最近で一番びっくりした気がする。はいはい、なるほど、結構分かってきたぞ。面白いね。これちょっとかけとこっか、ここに。あー、ちょっとここに当てれば燃えるんじゃない。ほら、やっぱり燃えたね。ここも燃やしとく。ここも一応燃やして、あれ燃えない。あ、来た来た来た。よーし、 OK。で、多分なんだけど、さっきこの辺にいて爆発して死んじゃったから、距離が十分に取れてなかったのかな。もうちょっとギリまで離れてみようか。ここに置いて、この辺、これが一番遠いよね多分。大丈夫だと思う。熱そうだけどね、これに当たってダメだったな。この霊暗室から早く脱出したいんだけど俺霊暗室だよね多分。ちょっと待てよ。あ、待って、みんな、あ、分かったかもしんない。これさ、この木の板、タイミング、え、待って、知らない人来た。え、これ襲ってくるとかないよね。ちょっと怖いちょっとへっぴり腰に逃げてるからね俺今。大丈夫か。あ、来ない来ない、よかったよかった。そう、みんな、この長い板と短い板あるじゃん。で、
この長い、おお、かっこいい、それ。ひょっとしたらなんだけど、このウォーターパイプ、このパイプをさ、この長い方の板で壊すんじゃない？で、ここを冷却するとか。え、ぽいぽい。ちょっと待って。よし。難しいな。これ本当か？え、合ってるかな？なんか違ったらちょっと恥ずかしいんだけど。え、毎回変わるんだけど。どうした？お、ぽいぽい。これで壊すの？お、ジャンプできねえからな、これ。取れそう、取れそう。あ、待って、消えてる消えてる。マジか。てかパイプ取れそうだな。取れるんじゃない、これ。あ、取れた。ちょっとみんな画面ごめんな、ぐるぐるなっちゃった。あ、これはもう取れないんだ。え、冷めたぞみんな。これ試してみるか。入ったら燃えるかな。多分大丈夫じゃない？来たぞ。え、めっちゃ面白いこのゲーム。お隣さんが出たな。じゃあ俺も出るわ。よし。なるほど。そういうことだったのね。てことはみんな。あ、ちょうどいいね。今出てきてるから、これお土産に持ってってね。よし。これ燃えてくれ。はい。この燃えた木の棒を、ここのガスのとこに置く。そして、ここに入るんじゃない？そうすれば燃えずに済むじゃん。さあ、みんな耳を塞げ。来たぞ。隣さんも出てきたぞ。俺も出よう。よし。あ、照明が壊れてる。うん。きた。やばい。めっちゃ楽しかった、このゲーム。あばよ。やばい、めっちゃ面白かった、このゲーム。ん？なんか落とすんだけど。前から？え？あ、なんか来てる！なんか来てる！逃げるのか、これ。あ、え、ちょっと待って。閉じ込められた。え、嘘でしょ。え、今ので終わりじゃないよね。え、ちょっと待ってよ。速攻で今と同じことするわ。もう早いぞ俺は。おらおら、よし、オッケー。これ取る。もうあいつが出てくる前に俺が入るから。よし、よし、 OK。 逃げまーす。おやすみなさーい。よし、 OK。 出ますよ。よっしゃー、出た。で、出だよみんな。はい、これで追いかけてくるんだよね。来るか来るか。あ、違う。あー、来た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 。え、待って、めっちゃ怖いんだけど、こいつ。ちょっと当たってみる。どういう風にやられるんだろう。あ、特に何もなんない。え、どうしたどうした。出口向かってんの。あ、待って、嫌な予感がする。これさ、こやつを先に行かせるのか。可能性あるな。他に出てくるとかないよね。ないな。いや、絶対そうだ、これ。先に行かせるんだ、この人を。やば、結構むごいね。あ、出てきた、出てきた、出てきた。来るか？来ないな。そっち危ねえんだぞ！どうなるんだろう。入った。あー、しまった！やっぱそうだ！先に行かすのか。これ初見クリア無理でしょ、絶対。初見クリアいた人最強だろ。すげえ、なるほどね。あいつには申し訳ないけど、このゲームすんげえ面白かった。あー、マジか。これでもう燃やされない感じかな。あ、大丈夫だ大丈夫だ。逃げます。
おお。なるほど。そういうことだったのか。面白かった。面白かったね。霊暗室からの脱出ゲーム。SCP-022。無料のゲームなんでね、皆さんもやってみてください。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。よければ高評価、チャンネル登録お願いします。Twitter もやってるんで、よければフォローしてください。はい、今日月曜なんで、学校とか仕事で外出たと思うんですけど、お昼すごい暖かかったからね、みんなルンルン気分だったでしょ。気分上がるよね、暖かいと。皆さんどうでしょうか？寒い方がいいぜみたいなね、人も中にはいるかもしれません。はい。僕、どう締めていいのかよくわかんなくなってきたんで、そろそろこの辺で締めようかなと思います。ということでまた次回の動画でお会いいたしましょう。では。